鳥肌炎とは、胃に起きる慢性のリンパ療法の増生を伴う炎症のことである。ピロリ菌の感染により起こることが多いとされている。また女性ホルモンの影響もあり、男女に差があるという報告がある。鳥肌炎の内視鏡像。この写真では、インジゴカルミンを散布されている。羽をむしった後の鳥や、ガチョウの皮膚のようであるため、こう呼ばれる。 小さな粒気性病変が無数に見られる。一つ一つは、リンパル法の造成によるものである。火星性胃炎は、胃粘膜が、胃酸、ペプシンなどを分泌する分泌腺から、吸収粘膜に変化するとともに、腸粘膜に変わっていくもので、腸上皮化性変化を伴う。火星性胃炎では、鳥肌炎の病変に比べて、さらに退色、白濁した粒気がある。また火星性粘膜は、 それぞれの病変がより繁盛に大きく、以内に広い範囲で3万に見られることが多い。2A typical cases of Nagella g a s t r a パーディーディフェレンシーテッドガストリックアダノカーシノマ、アンド、エスードローグレードガストリックモルトリンフォーマ、ガストローオンタララジーリサーチ、3、41から45、2010、カマダ T. エトール、ナジェラーガストライタスイズ。 a d i s k Factor for Diffuse Type of Gastric Carcinoma in Japanese Young Patients Gastron p a r a l o g y 2426 A456 Kamada T e t エ l ールディグエン o スク19 180-184-2007からありがとうございます